こんにちは、ずんだもんなのだ。どうも、ゆくりかちゃんです。ねえねえ、ずんだもん、最近のロボットってものすごく進化しているって知っているかしら？そうだったの、知らなかったのだ。どんな風に進化しているのだ？最近の研究では文字通り成長するロボットが生み出されているわ。ロボットが成長、とっても気になるのだ。どのようなロボットを開発したかというと、植物のように体を伸ばし成長するロボットだったわ。そんなことできるんだね。そうやってロボット技術が進化して僕が働かなくてもいい時代が来ればいいのにな。そうなれば嬉しいけど、一体どれくらい先の未来の話になるかしらね。今回の動画ではそんな最近のロボット技術の進化について焦点を当てていくわ。とっても楽しみなのだ。視聴者の皆さんはガードレールに絡みつくつる植物や、家の堀やハイビルの壁に張り付くツタを見たことがあるかしら？いきなり何なのだ。これらの植物は重力や光の影響を受けて、重力に逆らったり光を追いかけたりして伸びる方向を決定しているわ。ツタってそんな感じで成長しているんだね。誰かに指示されたわけではないのに、あらゆる環境に適応し戦略的に体を成長させていく植物に触発され、イタリア技術研究所に所属するエマヌエラ・デル・ドドーレさんたちの研究チームはフィロボットという成長するロボットを開発したわ。フィロボット、成長するロボットってどんな感じなんだろうね。フィロボットは光や重力を感知して進行方向を決定し、他の構造物に巻きつきながら体を伸ばすことができるみたいよ。本物の植物みたいなのだ。このフィロボットはどんな構造をしているのだ？フィロボットの頭部には 3D プリンタのような仕組みが内蔵されていて、絶えず胴体部分を生成しているわ。また光センサーや重力センサーも頭部に内蔵されていて、植物のように光や影、重力などの外部刺激を受け取って進むべき方向を決定しているわ。 3D プリンター、なるほど、その手があったのだ。フィロボットは事前にプログラムされた動きをしたり、計画済みの経路で進むんじゃなくて環境に合わせて自律的に進行方向を決定しているわ。植物のように木が作る日陰を認識し、その木の方に向かってフィロボットは伸びていくわ。その後はどうなるのだ？その木に巻きつきながら、光センサーによりより明るい方に、重力センサーにより重力とは反対方向へ伸びていくわ。この動きは本当に植物みたいなのだ。フィロボットの頭部は回転し、筒状の胴体を一層ずつ生成することができるのよ。気が遠くなるような時間がかかりそうなのだ。そうなのよ。フィロボットは進行方向に向かって毎分約7ミリメートルという非常にゆっくりとした速度で成長するわ。でもこんなロボットを作って何か意味があるのかな？フィロボットは環境に合わせて成長していくため、複雑な地形でも活用でき、しかも環境を破壊しないというメリットを持っているわ。将来的には変化しやすい環境や危険地域における監視や救援活動、未知の環境におけるルート開拓、インフラ構築に役立つ可能性があると考えられているわ。僕より有能そうで草なのだ。続いては人間の皮膚細胞から作られた生きた皮膚に覆われたロボットについてよ。何それ、急にホラーなのだ。よく人型のロボットが開発されたりしているけど、あれってなんだか不気味じゃないかしら？確かにそれはそうなのだ。人型ロボットにはシリコンゴムの皮膚が使われているけど、それじゃあなんだか不気味だから、培養した人間の皮膚を貼り付けたロボットが開発されたのよ。そっちの方がよっぽど不気味なのだ。一体どんなマッドサイエンティストがこんなロボットを開発したのだ？その人は東京大学大学院の竹内教授よ。なんとも恐ろしい実験を考えついたのだ。竹内教授が考案した方法は、ロボットの指を人間の皮膚の一部である神秘細胞を混ぜたコラーゲン溶液につける方法よ。コラーゲン溶液の中で神秘組織が培養される際に激しく収縮するため、ロボットにぴったりとくっつくみたいね。本当にホラーなのだ。ロボットの指をくるくると回転させながら表皮細胞をまとわせることで、ロボットなのに生々しい指が出来上がるわ。培養皮膚は丈夫で柔軟性があるため、指の曲げ伸ばしのような大きな動きにも耐えられると言われているわ。またピンセットでつまめるくらいの厚みがあり、水を弾くと言われているわ。人間の皮膚ってすごいんだね。このロボットのもっとすごい秘密を知りたくない？何何、
知りたいのだ。なんとこのロボットの皮膚は自己修復機能を持っており、皮膚が傷ついてもコラーゲンの絆創膏を貼っておけば自然に治ってしまうのよ。そんなことってできるんだね。なんだかもう。竹内教授たちの実験では、ロボットの培養皮膚にメスで傷をつけた後に、傷口をコラーゲンシートで覆うことで、シートに細胞が移動し、細胞分裂をすることで、7日ほどで傷が自己修復されたようよ。こんなのも無敵じゃん。しかし、まだまだ課題もあるようよ。今のところは、培養皮膚は本物に比べてかなり弱く、培養液から取り出すと、1時間ほどでダメになってしまうようね。実用化にはまだ遠いんだね。今後はこうした問題に取り組みつつ、感覚ニューロンや毛包、爪や汗腺など、より洗練された機能的構造を組み込んでいく予定と言われているわ。そんなロボットができたら、ほぼほぼ人間なのだ。鼻の嗅覚受容体を組み込むことで、指で匂いを嗅げるようにするなんてアイデアもあるみたいね。それはただただ化け物なのだ。科学の未来が楽しみね。最後に紹介するのは、ロボットアームの先端にダンゴムシを取り付けて、物を掴む技術よ。なんてなんてなんて。あら、ずんだもん、聞いてくれてなかったのかしら。ロボットアームの先端にダンゴムシを取り付けて、物を掴む技術よ。聞き間違いじゃなかったのだ。それは一体どんな技術なのだ。この技術は、多くの小さな生物が、物に触れると、動的に体を閉じる、反射運動を利用したものよ。従来のロボットアームでは難しい、繊細なグリップが可能になると期待されているみたいね。本当に実用化できるのかな。このロボットアームの最初の実験に用いられたのはダンゴムシだったわ。ご愁傷様なのだ。デモンストレーションで小さな綿を近づけたところ、ダンゴムシは反射的に体を丸めて見事に綿を掴んでくれたみたいよ。草なのだ。ダンゴムシは平均で2分間も綿を掴み続けたそうよ。さらに研究チームは、水中でも同様の実験をするために、軟体動物のヒザラガイをアームに取り付けたわ。ヒザラガイ。ヒザラガイは、アワビのように扁平な体で、岩肌に吸着することができるわ。水槽の中でプラスチックや木片、コルクなどを触れさせた結果、しっかりと吸着して持ち上げることに成功したみたいね。小さな体ですごいやつなのだ。しかも、ヒザラガイは光を避けようとする習性があるため、レーザー光線を使用することで、物を掴んだり、離したりすることを自在に誘導できる可能性が示唆されているわ。研究チームは、平らな壁に張り付くヤモリの手足や、強力な吸着力を誇るタコやイカ、また、バクテリアの鞭毛を使用したミクロな物質の保持も構想しているみたいね。虫や小さな生き物も働かなきゃいけないとか、本当にかわいそうなのだ。ここまで動画を視聴していただきありがとうございました。他にも僕たちのゆくりかチャンネルではいろいろな動画を作っているから、見ていってくれたり、いいねボタンやコメント、チャンネル登録をしてくれたら嬉しいのだ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。